アレクサンドラ・ダリケイは、スペインのイラストレーター、画家、作家、詩人である。バルセロナのアノイアに、公爵家の息子に生まれた。1864年から1867年まで、マドリードのイエズス会の学校で学んだが、1869年に、スペインの政変に伴って、父親とフランスに亡命した。ベジエの寄宿学校で2年間、学び、フランス語を学び、 絵を描くようになり、1873年から1874年の間は、トゥールーズの美術学校で、正式な学生ではないが美術を学んだとされる。1874年に、父親の帰国が許され、バルセロナに戻り、緑茶美術学校で絵の勉強を続けた。生活費を稼ぐために、出版の仕事に入り、 友人の作家、イラストレーターのアペレスメストレスのもとで働き、ポスターや広告のビラなどの制作をした。1879年にイタリアを旅し、パリを訪れ、バルセロナに戻った後、ラ・アルストラシオ・コットラナや、アート・アイ・レターズといった雑誌を創刊した。1885年にメーカの娘と結婚し、 妻が亡くなる1899年までに8人の子供ができ、3人の子供は創生した。1889年のパリ万国博覧会で、イギリスのラファエルゼン派の画家の作品に影響を受けた。ロンドンに旅した時には、アール・ヌーボーやポスター美術の流星を知り、日本美術のコレクションにも興味を持った。1911年に、 アンドレ・ベアルンのペンネームで作家の活動をする女性、マルグリット・ラボルド、マーガレット・レボード、1880から1973と再婚し、この結婚からは、イラストレータのジャンダリ系が生まれた。夫妻で各地を旅した後、1917年に彼は、マヨルカ島に移り、そこで多くの風景を描き、3年後に死去した。バルセロナの住宅、 カーザーレグレデ・サグレラの壁画劇場の装飾パネル美術展ポスター。ありがとうございます。